イオングループイオングループの商業ブランドジャスコジャスコは、かつてイオングループが展開していた総合スーパーブランド、またはイオン株式会社の旧商号である。イオングループの主力ブランドとして、日本国内では40年余りにわたって展開していたが、2011年3月1日にサティとの統合によりイオンへ転換。海外においては統合後も中国やマレーシアで、 ジャスコブランドを継続していたが、順次、イオンエヤ号変更され、2013年3月までに、使用を終えている。転換前日の2011年2月28日での、店舗運営は、日本国内5社、日本国外7社の、計12社で運営を行っていた。大型駐車場を備えた、大規模店舗を、地方都市周辺などの郊外幹線道路沿いに、 出店する大元の戦略を基本としていた。店舗勤務の従業員は、地元雇用のパート社員、学生アルバイト社員が多かった。旧、岡田屋の創業家である岡田家の家訓、大黒柱に車をつけよそのままに、自流に合わせた店舗のスクラップビルドを頻繁に行っていた。手法として2000年代以降では、イオンスーパーセンターへの業態転換、 あるいは同一証券内でも郊外にイオンスーパーセンターを開設することで旧来の中心市街地に立地していた既存店舗を閉鎖する傾向があった。ドラッグストア事業にも力を入れていたが一部店舗では薬剤師登録販売者不足のため営業時間の一部しか薬局部分の営業ができなかった。九百七十年当時はローカルスーパーマーケットチェーンの意を出なかった。 岡田や、ふたぎ、白の三社が提携し、共同出資で共同仕入れ会社の、ジャスコ株式会社を設立したことを起源とする。当初新社名を従業員から募集して、日本ユナイテッドチェーン株式会社が選出されたものの、その後英語訳である、ジャパンユナイテッドストアズカンピニーの頭文字を取って、日本語を読みした、ジャスコが正式採用された。会長にふたぎの二期十一。 社長に岡田屋の岡田拓也、副社長に白の井上二郎が就任した。2001年に称号をイオン株式会社に変更したが、店舗名としては継承していた。2008年8月21日にイオン株式会社が持ち株会社になったことで、北海道、九州、沖縄地区以外の店舗の運営をイオンリテールに継承。 2010年2月21日にはマックスバリュー長野の設立に伴いイオンリテールから長野県下の4店舗を継承した。2010年8月27日に持ち株会社であるイオン株式会社が宣伝効率の向上とブランド力の強化のためジャスコとサティの店名を2011年3月以降段階的に廃止しイオンに統一する方針を決定したとの報道が あった。それによれば、イオンリテールがマイカルイオンマルシェを吸収合併して仕入れ部門と総務部門の効率化を図ること、イオンリテールが運営する店舗のブランド統一を行うこと、その結果向上する収益によって、中国をはじめとする日本国外への進出を加速させるとされた。これについて2010年10月6日、イオン株式会社が完全子会社の イオンリテールマイカルイオンマルシェ3社の合併と運営する店舗のブランド統一を正式発表し、その後イオン北海道、イオン九州、イオン琉球も相次いでブランドの統一を発表した。2011年3月1日、ジャスコとサティ、北海道のみに縮小展開されていたポスフールがイオンへ統一された。新しい店舗名は基本的に ジャスコ札幌元町店イオン、札幌元町店、ジャスコレイクタウン店、イオンレイクタウン店、ジャスコ参考店イオン参考店、ジャスコナハ店イオンナハ店などと、ブランド名のみを変更するのがほとんどだが、サティア、ポスフールとの店舗名重複を避ける、新、を取る、地名やモール名に変えるなど、一部の店舗では、ブランド名だけでなく、店舗名称の変更も行われた。 日本国内におけるジャスコ業態の最終出店は2010年5月28日に開店したイオン札幌西岡ショッピングセンター内のジャスコ西岡店であった中国とマレーシアの店舗については日本でのブランド消滅後もしばらくの間ジャスコのブランドで営業されていたが2013年3月までにイオンブランドに統一されている旧ジャスコ小物店 ジャスコの二代目、ロゴジャスコの三代目、ロゴひねの店では、東屋にイーンロゴが配置され、玄関上部にジャスコロゴが配置されていた。現在はイオンモールになっているため、玄関上はイオンモールに変更されている。初代ロゴマークは、当時のジャスコの車掌、J で、店舗サインにも使用していた。 ジャスコの看板を初めて掲げた店舗となったのは1969年10月10日の焼津店であった。二代目ロゴマークは赤と緑を使用し、J の字の先がカールしたようなデザインで1974年2月に制定され、同年3月29日開店の名張店で採用されて、以来15年間使用された。景観条例のある京都市の店舗や塩釜店では、 周囲の景観に配慮して、緑色一式で掲げられていた。ただし、同様な景観条例がある、金沢市においては、すべての店舗で赤と緑のものがそのまま掲げられていた。1992年のグループ名変更に伴った三代目、ロゴマーク変更により、二代目から三代目への看板移行が一部店舗を除き素早く行われた。変更の時期に開催され、 当時のジャスコグループが協賛していた国際下と緑の博覧会では開催終了まで2代目ロゴマークが使用されていた赤と緑の広告塔が最後まで残っていたのは東住吉店だった3代目ロゴマークはジャスコという英文名称自体をデザインしたもので1990年11月の川口店の増殖時に初めて店舗サインとして使用されたカラーは ローズレッド一式となっている。ただし、景観条例のある楽南店や森の里店では、周囲の景観に配慮し、店舗外壁は白一色であり、ジャスコのロゴも掲げられていなかった。2000年代以降に開店した、ジャスコ単独店舗、またンモールの各店舗となっている店舗では、屋上にローズレッドの看板等は設置されず、店舗玄関上のガラス張りのところに、 ジャスコと書かれている場合が多かった。イオンモール各店舗ではや壁面の一部に従来のヤングループから短縮されたイーンロゴを配置してイオングループを今日のお見せしている。また、応答店のようにリニューアルに伴って屋上看板をジャスコからイーンに置き換えたところもあった。このため一部の店舗では屋上看板のイーンロゴの字色が合わせてジャスコ セイティの文字が浮かび上がると、ネット上で話題に上ることがある。旧ジャスコ株式会社の社家、人間の園は、作詞は石原慎太郎、作曲は高津義よが担当した。かつてジャスコで配布された紙袋には、楽譜が書かれていたが、これは、ヨハンゼバスティアンバッハ作曲の、ゴルトベルク変装曲の中の曲の楽譜にデザインを加えたものであり、上記イメージソング等とは、 関係がない。ここでは、ジャスコ店舗について、記載導入時期により機種が異なる。当初は、イオンリテールイオン九州、イオン琉球の店舗のみに導入されていたが、その後、マックスバリュー地域法人、ハッピコム地域法人、マイカル、イオンマルシェのグループ各社の店舗にも、同一のシステムが導入され、イオングループ共通のポスシステムに発展した。また、 かつて共通の o スシステムを導入していなかった店舗でもワオンをグループ全体で導入できるように順次イオン共通の POS システムへの入れ替えが行われていた。また2008年からはワオンの他の電子マネーとして Suica とお財布携帯クレジット ID の利用も可能となった。ジャスコは次のイオングループ各社が日本国内は山梨県、福井県、 徳島県を除く44都道府県において運営していた。福井県、徳島県にはかつて店舗があった。マックスバリューの場合と異なり、日本国内の店舗は長野県を除き営業エリアが明確に分けられていた。ブランド統合時点ブランド統合以前ジャスコ、中山国越広場店ジャスコかろし、太陽城店かつては、タイ、台湾でも展開されていたが、現在は撤退。 中国語圏では吉行島と表記される。ジャスコの店名には、ジャスコ新茨城店のように、新がつく店があった。これは、店舗の移転や建て替えを伴う場合に見られた。ジャスコ村上等店のように方角を表す文字が入るものもあったが、これは、既存店舗を保管する新店舗を開店し、旧店舗の営業も継続する場合に見られた。旧ジャスコ株式会社においては、 以下のような社税、検証、信条、誓いが存在した。旧ジャスコ株式会社設立時に、基本理念となる社税を制定すると同時に、ジャスコの信条とジャスコの誓いが発表された。また、1979年1月には、ジャスコの検証を制定した。これは、ジャスコの連邦経営の理念を明らかにし、連邦各経営者の諸主観徹と連携の強化を、 目的としたものであった。1989年には、ジャスコは、ジャスコグループから、イオングループへと、名称変更したことに伴い、それまでの連邦制経営から、緩やかな連帯へと転換を図られた。また、2001年8月には、ジャスコ株式会社から、イオン株式会社へと社名を変更すると同時に、イオン宣言を制定し、基本理念も一新された。 そのため、これらの社税や検証、心情、誓いは現在使用されていない。商業を通じて、地域社会に奉仕しよう我々は、地域の人々の生活文化の向上と発展に、貢献することを基本理念とし、この目的と使命に共鳴する、同志法有の三角と結集をもって、連邦制経営によるジャスコを形成し、誠実と神話を尊び、友愛と情熱に燃えて、 商業の理想像を追求し、地域の期待と信頼に応え、ジャスコの永続と繁栄に献身する。2014年9月発売のライトノベル、除騎士さん、ジャスコ以降よの発売にあたり、発行元の角川が、ジャスコの名称の使用許可を求めて、イオンの広報部に連絡したところ、広報部からは、日本ではもう使用していないブランド名なので、 連絡なしに自由に使ってよいとの回答を得たという。ただし商標としての、ジャスコは、2014年9月現在日本国内で登録が存続しているものが多数存在している。また4グループ以外にも、ジャスコの称号を用いる会社は存在する。ジャスコが、オンに、名称変更後も、ジャスコ前と称するバス停が残っているところもある。ありがとうございます。